その表でも裏でも正しい人じゃないといけないっていうような強烈なプレッシャーがかかってると思う。作家でも炎上する人ものすごいいるじゃん。そうですね。なのでそこを考えたいんだよね。要するに自分のモラルあるいは正しさをどのぐらいまで表現するか、あるいはどのぐらいまで距離を置くかみたいなことはこれから何かものを作る人に本当に必要だと思うんで。こんばんは、シテイラです。こんばんは、吉水乃愛です。こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。はい、さあ今日はいつもとなんか違いますよね。そうですね、緊張しちゃう。ここはいつもの某みなとみらいスタジオではなくですね、はい、今日はですね、横浜の、伊勢崎町といえば、はい、有林堂さん、そう、ね、もう老舗で、僕実は35年ぐらい前かな、横浜に住んでたんですけど、その頃もよく来てました。なんかね、気持ちいいんだよね。いいですよね。広々していて、で特に入ってすぐの中2階の文庫や新書があるところがね、なんか気持ちがいいのよ。天井も高いし。そうなんですよ。なので、いや懐かしいです。まあ今回ですね、この場所をお借りしてお届けするんですが、次回ですね。そうですね。いきなり次回の宣伝になってしまいますけども、夏ということでね、3000ブックチャレンジを久しぶりにこの有林堂さんをお借りしてですね、僕らその場で本を選んで。そう。ただね、本が結構値上がりしてるんで、3000円以下に収まった人は誰もいませんでした。ちょっとオーバーしました。この辺のご容赦いただきつつ、そのね、様子は次回楽しみにしていただければと思いますが、さあ今日のテーマに入る前にですが、直木賞、ああそうだね、発表になりましたが、おめでとうございます。僕らもおめでとうございますっていうのもそうですけど、ね、正直ってね、一本単独受賞の時当てるのはまあ。簡単なのであれだけど、今回みたいに2作同時でちゃんと両方当たるっていうのは自分でも嬉しい。ということでね、垣根涼介さんの「極楽征夷大将軍」と永井紗耶子さんの「木挽町」か「木挽町のあだ討ち」が2作同時受賞でしたね。おめでとうございます。さあこのですね、今回受賞した垣根涼介さん「極楽征夷大将軍」のインタビュー、実はですねちょうどこのタイミングで僕の方でさせてもらっていたので、8月の8日にこちらの「大人の放課後ラジオ」の著者の声でも配信しますので、そちらもぜひお楽しみにしていただけたらと思います。そうなので垣根さん、でもさ、与那君引き強いよね。今回実は事前にインタビュー決まってたんだもんね。そうなんです、垣根さんに。それがちゃんと賞を取るという。そうなので、まあすごくありがたいんですけどね。まあ本当にユニークな方だったので、その創造性の源にも迫ってますので、ぜひインタビューを楽しみに。このコメントがいまいちでしたけど、はい、楽しみにしてください。すいません、垣根さん、インタビュー配信しますので。さあということで今回のテーマですが、186回ということで、表現者に求められるモラル。今回はね、本当に割とシンプルで、最近バタバタいろんなことがあったじゃないですか。いろんなこと。広末さんの不倫騒動。ありましたね。で、あと、山下達郎さんと松尾さんの、なんかちょっとわけのわからないジャニーズの性被害をどう考えるみたいな。でも正直さ、なんか物作ってる人でも、自分はもうそこあんま関心ないんだよなっていうのあるじゃない。あ、そもそもね。でも、それどういうことに関しても、正しい間違ってるみたいなことを、そんなにちゃんと表明しないといけないのっていうのがなんか引っかかるんだよね。コメントの義務みたいのがあるんですかね、著名人。わかんないけど、今ネットってさ、めちゃめちゃ自分の立場を正確に言えみたいなこと言われない？いや、ありますね。どう思ってるんだみたいなさ、この問題に関して。でもいいわね、別にそれこそね、僕らが小説家スペシャルでも以前話したように、その批評力をつけるみたいな、ちょっと裏返し、表裏みたいなところもありますよね。なんだろうね、正しさの基準が猛烈にこう、これじゃないとダメだっていうのをこう押し付けられる感じもあるし、自分でどうしたらいいのかがわかんない。正直関心のないこともたくさんあるよね。あります。てかほとんどどうでもいいみたいなところも正直ありますよね。そうね。だからまあ広瀬さんのことに関してもね、リュウジェルに関してもね、続きましたね。なんか続いたね。本当ですよね。何なんだろうね、不倫をした途端にその子供がかわいそうって。外から子供がかわいそうってわーって叫び出したあの感じがなんか不気味なんだよな。リュウジェの時もそれが多かったもんね。多かったですね。なんかありますそういうの。こう芸能人とかその自分が会ったことのない人に対して怒りとか憎しみみたいのが湧いてくる瞬間って日常的にない。いや僕もさ正直言ってかなり見てきてるから、いろんな人いるし、そんなに一筋縄じゃなくて。しかも芸能人ってやっぱり特殊な仕事だから、自己愛もすごく強いし、毎回毎回恋愛するのが自分のモチベーションになって生きる上でのっていう人もいるよね。子供さんに至って恋愛するもん。てか恋愛のね、まあその不倫っていうのはあれかもしれないけど、別に恋愛するのがなんかすごい犯罪とかじゃないですもんね。だから最近さ、完全に覚醒剤とか大麻とかさと同格だよね。ああ確かに確かに、もう二度と逆に覚醒剤や大麻の方が早く復帰したね、こうやってね。もう2年ぐらい経ったんで、僕映画出ますねみたいなさ。確かに。なんだろう、なんかこう夢を与える仕事じゃないですか、多分芸能界、芸能人とか。まあ言えばね。言えば。だけどなんかだからそこになんかこうなんでしょう、混じり気のないこうなんか純白な、なんか清廉潔白みたいな。そう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 。アイドルはトイレ行かない。それってさ、本当に最近なのよ。感情求めちゃうのかな。でもほらアイドル文化って結構昔からあるじゃないですか。あるある。でも昔からひどいじゃん、実際には。じゃあやっぱり状況はある意味そんな変わってないのに、取り巻く環境の方がなんですかね。でも SNS が流行ってから、その表でも裏でも正しい人じゃないといけないっていうような強烈なこうプレッシャーがかかってると思う。だからこれから例えば何かを書きたいっていう人も、作家でも炎上する人ものすごいいるじゃん。そうですね。なのでそこを考えたいんだよね。要するに自分のモラルあるいは正しさをどのぐらいまで表現するか、あるいはどのぐらいまで距離を置くかみたいなことは、これから何かものを作る人には本当に必要だと思うんで。あ、でもなんかどうなんでしょうね。その今取り巻く昔も今もその芸能人アイドルなり、いろんな問題あったと。で多分それに対して文句言う人もいたと思うんですけど、昔は当然今おっしゃったように SNS とかがなかったから、そういう名もなき人たちの声があんまり出ることはなかったけど、今は SNS だから。でもその声も実は絶対数としてはそんないないかもしれないけど、ヤフコメもそうですけど、それがすごい拡大して大きくなっちゃうっていうのはないんですかね。あるね。でそれをもちろんこう今回ね、リューチェルさんとかもそうですけど、やっぱりそれをみんな芸能人という個人一人の人間だから、それをやっぱり受け止める側としては、なんていうの、守りきれないというか。守りきれないし、一体ただから辛いよね。だから韓国でいう指殺人、まあリューチェルの件なんかはそうなんじゃない？で僕これはなんか一つさ、 LGBT の人たちにはもうこういう時代だから叩けない。でも LGBT でも家族を捨てて自分の独自の性自認みたいなところに向かったリューチェルなら叩いていいってみんな思ったんだよね。でそこに LGBT 嫌いの人たちがわーって集まってきたっていう構図はあると思う。本当は言いたかったけど言えなかった。でも LGBT でもあいつだったら叩けるっていうのでわーって湧き出したっていう、このなんか知る馬に乗る感じが僕はなんかすごく嫌だったな。なんか本当に多様性多様性って簡単に言うけど、まあある意味その LGBT をその経営してる人たちの考え方も多様性っちゃ多様性じゃないですか。そうだね。だからなんかそれをね、多様性を大事にしようって簡単にこう言えないっていうか、なんかなかなかちょっと難しい。まあある種皮肉はあるけれど、ただ認めざるを得ないんじゃない？これだけ別に普通にいるんだから。本当ですよね。クラスに一人二人は必ずいるものをさ、いないことにはできないじゃんって僕は思うんだけどね。だからなんかそのジャッジメントをあえてその LGBT ってあるもんだよね。いいじゃん別にそれでっていうのをあえてその社会とかその政治、日本の政治が LGBT ありますよっていう必要があったのかどうかっていうことだから、あんなさ骨抜きの法案だったらもう作んなくてもいい。その G7 の顔を立てるために無理やり作るなんか薄っぺらな法律になっちゃったなっていうのがね、LGBT の法案じゃなくてそれを告知する法案みたいな話でしょ。そうですよね。ちょっとしんどいよね。でもう一つ、まあ今文春のトップネタになっている山下達郎さんと松尾清さん問題っていうね、これがね複雑なのよ。元のジャニーズ事務所のことは外れて、こっちの下の方でなんか別のところで戦ってるから、だからこれ難しいよね。なんか印象操作してるとかしてないとか、そんな話もありました。でもさ、僕松尾さんってさ意外と高く評価してたの。なぜかっていうと、プロデューサーとして腕利きなわけよ。EXILE やってJUJUの曲もたくさんアレンジしてて作曲もするんだけど、ブラックミュージックにすごい強くて、松尾さんよく CD のラインナップ書いてるんだよね、アメリカの黒人の。そんなのってさ、原稿料安いからほとんど片手間仕事なんだけど、結構ちゃんと書いてた。よっぽど好きでね。そう、好きで。なので僕も松尾さんが勧めるならそのアーティスト聞いてみようかなっていうのでチェックして買った CD が何枚もあったわけ。信頼してるわけですね。で片や達郎さんに関しても、もうライドオンタイムの前からずっと聞いてるし、ほぼ全ての CD を持ってるんで、すごいやっぱり好きだなってなってた2人がこんなふうに揉めちゃったんで、それがなんか衝撃だったんだね。残念ですね。そう。しかも事務所に誘ったのは達郎さんじゃない。で自分の事務所に入れて、で契約して、でお互いにいろんな人のプロデュースをしていたわけだから、それがなんかジャニーズに対する態度だけでここまで揉めるのかっていう。でしかもはっきり言って山下達郎さんの方、達郎の方は別にあれじゃない、そのジャニーズと一緒に性加害のサークルに入ってたわけでは全くないじゃない。で出入りの業者として何曲か作曲した10曲ちょいぐらいなんだけど、それであそこまで責められちゃうのか。だけどこれ一般企業だったら簡単なんだよね。トヨタの部品会社にいる、またでそこで働いてる課長さんとかが、まあ、トヨタで何か不祥事があった時にそれをツイッターで書いたりさ、ラジオに出て「トヨタでこんな問題があります、みんなこれは許されません」みたいなことを書いたら、普通の会社だったら処分じゃん絶対。でもうやめなさいよって言った時にさらにやったら解雇になるじゃん。だから一般社会ではもう普通なんだよね。ただ今回はそれこになんかジャニーズ事務所の問題が絡んでるんで、どっちにもシンパがついて猛烈に燃え合っているという。なんか問題がね広がりすぎちゃってますよね、なんかね。そうですね。まあ今回ね、その広末さん、山下達郎さん、リュウチェルさんのはちょっとね続けざまにあって、まあ今その話もありましたけど、まあ今日のおとらじとしてはまあそういういろんな話しつつ、ただ最初にイラさんが冒頭でおっしゃったように、その表現者に求められるモラルっていうところでね、一つ小説家スペシャルの番外編で言うとちょっとあれかもしれないですけど、ね僕ら作る側としてもいろいろ考えなきゃいけないですよね。でもなんかさ、もう悪人になってもよくない？今いい人でいないといけない縛りが感じすぎる。女優さんでも女優さんって悪女の方が良くないと思う。なんか正しさだけで物って作れなくないですか。なんか特にそのいや本当そう炎上気にしてたら作れないですよ。っていうちょっとじゃあお便りとか質問とか言っちゃってもいいですか。じゃあちょっと質問いきますね。先に今日は。20代の男性からいただいています。創作についての質問です。私は登場人物の心情や思考を考えることが苦手です。どうしたら登場人物の側に立って物語を展開させていくことができるでしょうか。登場人物がどう感じるかについて考える際、私自身の考えや倫理観にとらわれてしまい、登場人物の行動のアクセルやブレーキにも影響してしまいます。性格を決めて書こうとしても思考の基準が私自身になってしまいます。また思いついたストーリーに沿わせて登場人物を動かそうとしてもうまくいきません。作品や登場人物自体の構築の甘さもあるかもしれませんが、突破口がありません。何かいい方法はありませんでしょうか。あ、これね逆なんだよ。こういう人は自分に準ずる人物を作って、でその人の動きやすいようにお話を転がしていく方がいいと思うの。だから感情移入を逆にしてるんだよねすごく。自分ではそう思ってないけど、その自分らしい動き方しかできない。だから例えばセクハラの話とかパワハラの話をしたいんだ、書きたいんだけど、いやなんか書けないなっていうのはもう自分にそういうパワハラ体質がないからなんで、そういう場合はパワハラをしない人を主人公にして、で逆に受けるとかっていう、そういう迫害を受けるような逆に被害者の方に変えていけばいいんだと思う。だからここはね難しいので、とりあえず最初のうちは自分がちゃんと感情移入ができて、自分が納得して動かせる人物を作った方がいいと思う。それを主人公に据えれば書けるので。なるほどですね。一発回答でしたね。そうですね。なんかそのキャラクターを作るときに、やっぱりそのいろんなこう、まあ結構オトラジでも来るのが、そのいい悪役が書けないっていうことにすごく悩んでいらっしゃる方結構いるじゃないですか。なんかやっぱ自分の悪の部分を見つめ直すみたいな、なんかそういうのって必要だったりするんですか。それとももう全く。僕もちろんそのやり方もある。だからね、完全に外部に作る。例えばヒトラーみたいな人って自分の内部を見つめ直しても作れないじゃん。完全に外部でこれまでの歴史上の悪人を調べてそこから作るっていうのと、それと自分の中にある悪を拡大して抽出してちっちゃな悪を作る。で日本人の小説家はほとんどこれです。小さな悪、なんとなく理解できる可愛い悪を作る。でこのものすごく怖い悪を作るっていうのは日本人は基本的に苦手なので、まあそれはできたらいいけど、まあどっちでもいいよって感じかな。なんで苦手なんでしょうね。なんかそういう国民性なんですかね。国民性って日本人ってどこかしらさ、その悪も分かるし、自分たちの仲間だなと思ってるの。悪も仲間だと思ってる。そう。これが例えば東欧とかロシアに住んでいて、ある日突然馬に乗ったモンゴルの騎馬軍団が攻めてきて、気が付いたら村人が全員殺されていた。皮剥がれてた。そうっていうようなパターンだと、理解不能の凶悪、ものすごく恐ろしい悪が来るっていうことを書けるじゃん。ロシアは基本的にその恐怖感は今も持ってるわけ。いつ自分の国が潰されるかわからないみたいな。そういう人たちが作る悪はドストエフスキーの悪強烈だよね。違いますね。日本人の悪ってそんな怖いのはいないので、なんとなくわかるんだよね。隣の町のちょっと悪いやつがいるんだけど、あいつもかわいそうだなみたいな話になっちゃう。それが日本の悪なの。でもやっぱりそういうふうに考えると、なんかそのいろんなその人がいて、いろんなその思考があって、いろんな国のそのしきたりだったり文化だったりっていうところをそのちゃんと広い目で見ることによってやっぱ創作につながっていくっていうことになりますよね。それはあるよ。いろんな小説の悪を読んで、うわこういうの書きたいってみんな思うじゃん。だから例えば最近で言えば誰よりも世界中でパクられたのはレクター博士だよね。超天才なのに人の肉を食べる。で時々肝臓とかをお客にソテーして食べさせるっていう。で人間の肝臓の赤ワインソースがけとかがさ、やだめっちゃ面白いよね。なのでそういう強烈な悪が作れたらそれは一つの才能なんで、ただ日本人ではなかなか難しいよとは僕は思う。はい、なるほど。はい。じゃあお便りもいいですか、続けて、50代の女性からいただいています、はい、いつも楽しいお話ありがとうございます。2ヶ月ほど前、おとらじに出会い即登録。今は暇さえあれば過去回の視聴と読書という毎日です、私はいわゆる毒親の家庭で育ち、逃れるように結婚しました、夫はアル中 DV でした。息子が高3の時、お母さんもいいんじゃないという言葉に押され離婚。息子は東京の大学へ進学しており、進学が決まっており、経済的な問題を考えて実家に戻りました、1年後父が急性、更年期と戦いながら働き、母との暮らしは大変でした、その母も1年半ほど前に他界。やっと自由になれたのかなというのが正直な気持ちです。でも何も見つからないのです。今更こんな年になってお恥ずかしい限りですが、好きなことも楽しいこともやりたかったはずのことも何もかも分かりません。私自身の中に長い間時間をかけてできた塊のようなもの、乾いて黒くて硬いもの、目の前の大きな壁はなくなったはずなのに前に一歩踏み出せない思考癖、完全に経験不足の幼稚で危ないおばさんです。なるほど。そんな時、おとらじに出会い、イラさんの勉強になるお話を聞かせていただき、もう一度感性を取り戻すことができるかもしれないと思い立ちました。子供の頃から本が好きでいつも何冊か読んでいました。決して多読ではありませんが、ふと立ち寄った書店で目が合った本を2冊買い求め、寝る前の少しの時間読書します。イラさんのお話で読書熱に火がつき、また本を読むことで自分を取り戻すことができるような気がしました。ああ、なるほどね、これまでは活字だけの読み方だったのかもしれません。文章を読むことで刺激を受け、少しでも世界を広げて老化に抗いたいと思います、ということです。なるほどね。なんかさ、でもこういう人なんじゃない？人生って。乾いて黒くて固まってしまっているものがあるっていうけど、残りの人生でそれをちょっとずつ溶かして、いいですね、自分なりになんかのんびり人生を楽しめるようになったら、それって最高のエンディングだと思うんだ。そうですね、そんなにね、なんかみんなないよ、自分のテーマが見つかって、50代60代でバリバリ仕事をしてるなんて人はそんないないっす、みんなこれからどうしようかな、なんとなくもう力もないし、なんかこれから新しいことやるのしんどいよなってみんな思ってるんで、普通なの。だからあんまり自分を責めなくていいですからね、頑張ってるじゃん。そうですね。 DV の旦那とよく離婚したしさ、大変だったと思うよ。で子供だって大学生にちゃんと育てたんでしょ、だったらあとはもう自分の人生で好きな本を読んで、時々旅行して、でその心の中に固まった黒いものをちょっとずつ溶かしていくのを、残りの人生の20年とか30年のテーマにしたらいいんじゃないかな。でまっさらになって死ねたら最高の人生だと僕は逆に思うけどね。いいですね。全然立派な人じゃなくていいと思う。そうやって黒くて固まってるもんがないと逆に溶かせないですからね。溶き放てないから。でもみんなうつろだし空っぽなんだと思うよ。だから人のことをこんな叩くんだよね。自分が空っぽの人ほどこれが正しいっていうことを信じ込むと猛烈な正しい人になるじゃない。で僕はこうやって何か黒いものを抱えて迷っている人の方が、正しいだけで平然と人を攻撃できる人より1000倍100倍立派だと思うけどね。はい、ありがとうございます。さあということで、この後この表現者に求めるモラルということで、まあね、僕らなんか考えてることとかね、経験談とかもね、話しながらいろいろと展開できればと思います。本編の方は4通りご視聴いただけます。YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple Podcast サブスクリプション。audiobook.jp、いずれかの方でご視聴ください。詳しくは概要欄からご覧ください。それでは本編。だけどさ、陽平くんさ、世の中って手のひら返しよ。そうか。だから陽平くんが今書いてる本がちゃんと形になってさ、出版社から出たりすると、途端に先生扱いされるよ。読みました、大感動です。いやでもなんか物を作る人間でも心って結構弱いので、弱いですよね、うん、だから正しさとか強さの方向にばっかり走んなくていいと思うな。だからネットの人に一言言いたいんだけど、あれこれ書く人は人間ってあなたと同じようにみんな弱いんだよと、何を書いてもやっぱりそれを読んで響く心とか傷つく心があるんだよっていうのはちょっとやっぱり考えないとね、うん、だって普通だよねそれ。じゃあその言葉を仲のいい友達とか家族に言うっていう、そこだけケアしてほしいかな。うん